JR 室蘭本線栗沢駅の駅前にやってきました。ここにね、あの便所があるんですよ。これ便所ですよね。で、駅の横にも便所があると。便所をね、あのタブルで兼ね備えているという、そういう駅です。都会的です。黄色い柵があります。何か意味あるのかな。そして駅前の自転車もまあまあ止まってます。これが栗沢の駅前通り。なんとなくね、気持ちのいい遊覧っていう感じですね。これ便所ではね、使用できなくなりました。あ、こっちは旧便所なんだ。こっちは旧便所で、向こうが新便所。なるほど。そしたら駅舎の中入っていきましょう。してくださいと言わんばかりの設備ですね。そして防犯カメラ完備でございます。いや、気持ちよさそう。ふかふかでモコモコでいいですね。この羊の毛剥がしたやつ、これなんて言うんだろう。個人的に僕ね、モフモフって呼んでるんですけど、モフモフが3つぐらいあります。すごいなんかね、複雑なんだけど、栗沢、これ栗沢駅の一番ホームですけど、すごいね、風格ある立派な跨線橋があるにはあるんですよ。じゃあ2番ホームどこなんだっていうと、2番ホームはね、なんか自然に帰ってるっぽい。今は防線駅なのかな。今は防線駅なんでしょうかね。ちょっと2番ホームの痕跡なんて、これ少々これ高くしたところで見つかんないですよね。駅名表はこんな感じですね。一応これで駅名表、駅舎、そして跨線橋、自然に帰った2番ホームをすべて収録できる、そういうサムネイルになるかな。まあこういうのがいいか、こういうのがいいか。それでは跨線橋を渡って2番ホームに行って、普段なら言うところなんですけれども、残念ながらですね、2番ホームは自然にお帰りになられているようです。跨線橋自体は今でも自由連絡通路として使われているみたいです。自然に帰ってるわ。この風格ある跨線橋だけがかつての運搬路線の栄光を今に伝えています。そういう栗沢駅です。ドアはこれ閉め、開放厳禁だから多分基本的には閉めなきゃダメだと思うんですよ。書いてあるの、開放厳禁って。虫だらけになったらせっかくのこの駅ネスペースも台無しですよ。それでは今日はこの辺で。